あれなんですけど、まあ前ちょっと大きい会社にいて、でその会社がまあめっちゃ今うまくいってるかというと正直うまくいってないんですけど、ただ結構スタッフはなんか残ってて、でそこが結構答えになってるんですけど、まあ言い方を変えると社長がスタッフにマーケティングしてるんですね。要は同じものなんだけど同じものに見せない、うん、そう、例えば、まあ、まあベタですけどスタッフのことをファミリーって呼んでるんですね、まあ、それってまあ例えばベージュカラーのことをミルティックディカラーって言ってるマーケティングと一緒で、あの社長があのスタッフに対してマーケティングをする、まあ、言い方悪いんですけど洗脳になっちゃうんですけど、まあ、言い方そのマーケティングをするとまず数字のことを考えるっていう段階に入んない。あ、それはすごい。そうなんですよ。それはそうなんですよ。ならないんですよ。構成やった方がいいかもしれない。要は僕がもし今その僕がやるんですけど、じゃあ今からその雇用体系に戻る方法が唯一一つあるとしたらマーケティングされることですね、人の上の人に。だからマーケティングってお客様クライアントに対してするものだっていう認識から、その社長だけめちゃめちゃ孤立して寂しいんですけど、スタッフに対してマーケティング俺だけしないといけないんだっていう考え方になると、なんかこうすごい寂しいんですけど、あの変わるのかなっていうのは一つ答えとしてあります。それでも外部発信が増えてきてる今すごい難しい、外部の情報も入っちゃうんで。そうですね、だから SNS がなかったらもっとより簡単だったかなっていう印象はあるんですけど、うん、シンプルになんかその上の人になんかこう話しやすい環境を作るっていうところをなんか僕は考えてるんですよね。風通しがいいというか。ああ、そうです、話しにくかったからでも話しにくい、まあ、話しにくい、でも話したこともあるんですけど踏みつぶされるっていうパターン、うん、まあシンプルだからまあ単純に考え方をこうまあ、否定まではされないけどうまく避けられるというか、でも人は別に嫌いじゃないし、普段にでもなんかやめないと自分がやりたいことができない、じゃあやめるっていう方っていうところだったので、まあ、実際知識がすごいあった状況下でやめれたわけじゃないっていうか、その自分が何の税金払ってっていうのは分かんないけど、まあ、やめたに近いパターンです、まあ、一応思想コロナ禍の時のタイミングで、まあ、全てそういうところを調べた上で辞める判断をしたんですけど、なんかそれでや、まあ、その前々からこう考えたこととしては、その単純にその両方のシェアサロンとその例えば、まあ、サロン教育サロンとかそういうサロンのいいとこ単純に両方取れればいいのかなっていう。スタッフに全部渡しちゃうと次のお店の展開とか、例えば拡大移転とか、広告に使うお金とか、結構使うお金ってたくさんあるから取っときたい、うん、でそれを逆にそこを使ってスタッフをどんどん成長させたい、うん、だからスタッフのインスタグラムに広告費を出してと か、うん、だから先月とか15万ぐらい1人に対して使ったりとか、そういうお金を使いたい分、取り分としてはしっかり買い、僕がもらうっていうよりかは僕役員なんで固定給なんですよ。で50万しかっていうのか、50万もってなるか分かんないですけど、僕が300万売り上げても50万しかもらってない。でこれは会社のお金として全部広告費用に使う、新店舗展開に使うとかをやりまくる分、そんなに上げれない。だからバッグがでかいと資産1億とか2億とかあればポン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 できると思うんですけど、僕は結構一人でバックなしで一から始めたんで、やっぱ積み上げていくのって難しいんですよね、うん、何千万積み上げるのも結構大変っていう部分なんで、まあ、ここでしっかりプールしといてスタッフにお金をかけてあげる。でそれをするにはやっぱり結局歩合制だと厳しいですよね、うん、みたいなのがあるんで、やらざるを得ないかなっていう、うん。もともとその自分もある程度売り上げ数字があって、で代表の相方も数字があって、お互いにそのお客さん抱えてる状態でオープンしたんで、今ってそのどっちかっていうと自分たちのパワーだけで今スタートを切ったっていう感じなんで、やっぱ1ヶ月やってみて、そのまあそれこそ今人が辞める問題とかも出たと思うんですけど、まあ、多分僕らのお店ってアシスタント今スタイリスト3人に対してレセプション1人のアシスタントが10人ぐらいいて、で結構多いと思うんですよ。でやっぱその教育問題とかも出てくると思うんですけど、うん、
結局そのやっぱ辞める子は辞めちゃうし残る子は残るしってなった時になんかお店としてそのスタッフに依存しちゃうのってなんか良くも悪くも、まあ、メリットデメリットがあると思ってて、でそうなった時にじゃあどうしたらいいかっていうと、ある程度そのサロンワークとは別でそのサロンワークを支えれるような何かやっぱ強みがあった方が、僕はその経営をやりながらまあちょっとフリーランスに近い働き方もしたいと思ってって感じましたね。TikTok メンズってなんか TikTok 結構来るみたいな、流行ってますよね。 TikTok は TikTok どうなんですか、その SNS の最低限1000人は見るから、新しい人、自分のことを知らない人が最低限1回あげれば1000人は絶対見れるようなレベルになってるんで、基本的に毎日あげれば1000人、まあ2回あげれば2000人見るじゃないですか。だから TikTok を上げまくったら上げまくっただけバズりやすい、1人でもバズりやすいと思います。で、一人一人の結局その1000人の中のまたとか 1% でも、まあ、10人は自分のところに帰ってくるわけだから、結局上げまくった方がいいんじゃないかと思います。見てる人もどんどんインスタを超えて、ここインスタ超えてるんで、恥ずかしいし、年齢で90年って一番やりづらいかなって言いそうだったんだけど、まあ、別にその恥ずかしいっていうのって自分の主観でしかないから、まあその結果がそこにプロセスがあって、その自分が TikTok やったら下の子伸びるって考えたら、僕もめっちゃ恥ずかしいし、自撮りとかしたくないけど、自分のインスタとか TikTok が伸びれば伸びてるんだけ、その子に対して広告になるじゃないですか。だからめちゃめちゃやります、YouTube も。それが後々のこのためになるんだったら投資としてはやっておきますね。今後のなんかその、まず伸び悩んでる子たち の、 その新規の集客に関してなんかこんなのいいんじゃないみたいなとか、多分時代も変わってくるから、まあ、今ってどう考えても、まあ、うちはなんだけど SNS インスタやってる人がもう直結してそのまま新規数って増えてきてるんだけど、なんか他の皆さんなんかあります、こうやってやってる子が多いよみたいな。単純になんかこう売り上げ上げやすいのって結局今流行ってるものに対して乗っかるっていう部分が一番労働力が少ない。だから例えば春彦くんが地毛風ストレートパーマやってます、そこにちょっと乗っかっとけば春彦くんとこ行きにくいけどこの人も似たようなのやってるしっていう感じで、春彦くんが勝手に広告して商品を広告してこっちになんか流れてくるみたいな、で、ハルヒト君、予約取れないからこっち来ましたっていうのがやりやすいから、売れないスタイリストは僕は徹底的に売れてるやつパクれみたいな感じで、パクらしてからオリジナル作ればいいかなと思ってるんで、結局はパクるってすごい重要で、92年生まれでそれ結構うまいと思うんですよね。ただ僕が聞きたいのは、もう本当にあのエゴというか、やっぱり最終的に自分、まあ、それぞれやっぱり守る家族がいたりとか、まあ、自分のためであったりとかで、まあ、収益ってものを意識してると思うんですけど、まあ、その中で、まああのまあ、経営者っていうのはやっぱその会社での収益 でフリーランスっていうのはやっぱりそのまた別じゃないですか、収益の仕方がまた別なので、山田さんはそのコミュニティを作ることによって最終的に例えばどうやって収益化して自分に還元してるのか、例えばそのメーカーさんから依頼が来て物販であの販売してそのナンバーパックで成果報酬でもらってるのか、なんかどういう方法があるのか、マネタイズがどういう経路っていうか動線引いてるのかっていうのがすごい気になってて、どっちかっていうとその企業案件めっちゃ受けてそこでマネタイズしてるっていう感じよりかは、ある程度そこでこう人数持ってるっていう権威性をつけてその一個一個のやりたい仕事の単価を上げるっていう感じでやってますね。月額いくらなんですか、どっちですか、オンラインサロン、オンラインサロンは月額6000円で、6000円、はい、何人ぐらい、今940人、で6000円、まあ、プラスその無料のコミュニティで今3600人ぐらいいる方は本当にこう自由に情報交換してもらってるんですけど、まあ、そこでの一番こう強みとかなんでそれをやってるかっていうと、まあ、でも僕はもともと地方にいてやっぱ地方の情報が届かないっていう、まあ、需要が単純にあったんで、それを作ることによって、まあ、みんなも情報共有できるし、まあ、俺も人数集められていろんな情報入るし、まあ、いろんなところに顔聞きやすくなるしっていう、こうみんなメリットあるような状態だから、そこで直接マネタイズしようとはそこまで思ってないです、ね、へー、すごいですね、夢がありますね。あ、だから それをなんか作りたいなと思ってて、その美容師ってどうしてもこう労働集約のモデルじゃないですか、僕の課題はまず今自分がその収益を上げて、でその上げた収益をこう人の、あの自分の周りのチームがあるんで、その美容師だけどサロンワーク以外で収益を上げるっていうチームにこう仕事を振ったり、あと、まあ、そこに再現性を作ってこうプロデュースしたりっていうのが、まあ、今後やりたいことという課題です。
結局そのやりたいのって美容師、サロンワークがやりたいんですよ、僕はどっちか。サロンワークがやりたいんですけど、サロンワークとやっぱ時間かお金どっちかになっちゃうんですよ。さっき言ったようにこう家族も生まれてそっちとの時間も作りたいし、でも大好きなサロンワークめっちゃやりたいし、お金のこと考えずに家族も幸せで俺も幸せ で自分の周りの人も幸せってなった時にやっぱコミュニティだったりそういったところ、あの数の力みたいなのは重要かなと思ってて、こう年取ったら体が動かなくなるなっていう、でもなんだろう、僕もすでに結構どっつかるかなみたいなって思う時もあるんでってなった時に、そこが不安で独立する人もいるんじゃないかなっていう、うん、他の収益モデルって、まあ、大体がおそらく独立してスタッフを雇ってスタッフにお金を稼いでもらうっていう、まあ、美容に直結した収益モデルを目指して独立して、まあ、だからその程度の考えでやっちゃうから失敗する人も多いわけですけどっていう部分で、まあ、そのさっき言ってたフリーランス独立の選び方っていう部分で、その終身雇用じゃないですけど、まあ、こうずっと働いてて何が起こるかっていう部分を見せていかない限りはスタッフは残らないからっていう、で、まあ、自分が怪我したらどうなりますかって、だから僕ら経営者側からするとスタッフが怪我したらもう美容師できませんってレベルの怪我をした時にどうしますかってなったら、きっとごめんやめてもらっていいになりやすいと思うんですよね。でそこで僕は逆に会社の資金が貯まって美容以外の仕事ができてたらそっちに斡旋してあげたいっていうとかもあって、美容師できなくても雇ってあげたいっていうのが最終目標で、障害雇用に近い部分をやりたいんで、なんかそことかも考えていかなきゃいけない、で、まあ、将来を見据えて不安になるっすもんね実際。それを聞いて、まあ、みんなが帰った時にどうアウトプットするか、自分も一番考えてる大事なことをベースにして時代に乗っていかなきゃダメなので、フリーランスって結構オンラインで仕事することが多いんですけど、それ以上にオフラインでの